こんにちは、真田孝明です。今日はですね、マレーシアジョホールバルよりシラの美学、消費、ヨガについてお話しします。お金の使用権を増やす活動を考える前にですね、お金の使用権を行使する活動において自分の幸せとは、お金を使って何をしたいのか、よくよく考えて具体的に目標を立てることが大切ですね。ただただお金の使用権だけを増やしてもですね、サンズの川には持っていけません。約半分を没収後ですね、相続対象者に権利移譲されるか、対象者がいなければ完全に没収になるだけなんですから。天に召される直前に幸せだったと思えるようなバランスの取れた人生を送りたいものです。お金の使用権を行使できることとは、分解をしていくとですね、消費、余暇とですね、再生産、家族生活に大きく分かれます。消費余暇の部分では、休養、ごろ寝、散歩、見る、聞く、読書、テレビ、映画、インターネット、スポーツ観戦、音楽視聴、体感を行う、スポーツ、旅行、娯楽遊戯、娯楽用具、ゲーム、趣味の SNS 投稿、などなどがあるんですけれども、実際に考えてみるとですね、消費余暇ではお金の使用権を行使するコストがそれほどかかりません。コストが比較的大きくかかるのは海外旅行かスマホゲームの課金ぐらいではないでしょうか。